ハンバーガーじゃないね、ピザ屋だよね。ジャングルハンターなんてあった？あ、違う、さっきのキークエスじゃねえや。そも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 あれ違うわ、普通のクエストだ。だからか、違かったよ。あ、あ、違かった。なんかびっくりマークあったな。あ、こっから入れるのか。ピザ屋ってここにあったよね。これピザ屋でしょ。あ、パスタ屋じゃん。違かったよ。ピッツァとパスタを見間違えてしまったようだ。市役所。あ、妖怪のあれがある。あ、ピザあったった。右下ね。キークエ3つクリアするところまでは行きたいなと思っているんだけど、よいしょ。ピッツァアモーレ。おー、ディーゴー、困ったな。あの、おい、お客さんか、すまないが今ピザ売っていないんだ。ここピザ屋さんでしょ。焼き上がり納得いかなくてね、こんなんじゃヘナヘナベーコンだよ。ベーコン？トッピングのベーコンがカリカリに焼ければマンマミーアなピザになるんだけどな。どうやらトッピングのベーコンに相当のこだわりがあるようで。ビス困りましたね。メラメライオンが、あ、メラメライオンいなかった。俺ペラペライオンだった。そんな都合のいいやんかでいるわけござせんて。あ、カリカリベーコン、いや世の中って広いですね。ベーコンをカリカリにする妖怪、それだけのためにか。とにかくカリカリベーコンは倉庫マーケットの肉屋でよく用意されている。仲間にしないといけないのか。ちょっとめんどくせえな。あんまりね、仲間にならないんだよね。それともイベント戦かな。倉庫マーケットって言ってたよね。立ちこぎマン、いけー。あ、いる、よかった。普通にじゃいるんだね。カリカリベーコンがよく目撃されている肉屋さんですね。どこにいるのかな。随分ピンポイントなあれだよね。なんか変だなって思う場所があったら積極的にサーチしてみましょう。もうあるんだよな。もうちょっとさ、火を、俺だってメラメライオンとかでもいけるんじゃないかなと思ったんだけど、火だから。で、メラメラとペラペラが揃うなと思って。どうも、こんにちは。よくも見つけてくれたな、カリ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 。で、ちょっと手伝ってほしいことが。うるせえ、カリカリしてんだ。お前もカリカリしてるぜ。ええー、バトルだ。カリカリベーコン。だから、あそこあんな3体もいて強かったんだね。みんなで、あ、集中攻撃？やっとここでできるのか。ただし、その敵の、前に、今なんか必殺技止められるって言ってた？あ、さすらい玉ですね。はいはい。ペラペラ？攻撃力高えな。あ、むしろあれか。火ダメなんだ。ペラー。逆か、俺火意外と効いたりしたら面白いなと思ったんだけど、効かない方なんだね。お、ペラペラ上がった。なんか追撃の威力もそこまで強くないね。本当におまけ程度だわ。お前強いじゃねえか。俺と友達やった3体目。ジバニャンと同じような声をしてる気がします。でもメリケン妖怪が多くなればさ、確かペラペライオン強くなるんじゃなかったっけ。何かと呼ぶのじゃない。おお、お友達になってよかったですね。よかったね、ウィッスねって。妖怪スポットか。このアプリでは先ほどのカリカリベーコンのように街の中に隠れている妖怪について記事が書かれている。時々覗いてみるといいですよ。そういうアプリがあるなら早く言おうよ。
カリカリベーコンとお友達になれたことですし、ピザ屋さんに戻りましょう。ちょっと見てみようぜ。1、お前防御だったりしない？じゃあ妖怪メダルの場所変えたいんだよな。変えられる？変えられる。こうかな。妖怪メダルここにあった方が見やすいと思うんだ。非属性のダメージを吸収して力、吸収して力をアップ。揚力、あんまりそんなでもないな。味方にメリケンが多いほど、メリケンだよね、与えるダメージがアップ。ヘッドバット、カリカリさせる。カリカリベーコン、まあでもレベル1だからか。薄ら影、まあいっか、とりあえず行ってみよう。いけキュッピーが近くに、そんな、あそこに1匹いるか。でもレベル上げちゃえばいいっていうあれもあるけど、どうすればいいかな。ピザ屋さんに取り付いてもらうともなんか違うような気がする。確かにそうだね、ピザ屋さんをカリカリさせても何やら店内から容器を感じる。妖怪がいる。しなしなベーコンとかいるのかな。なるほどね。お札か。お札じゃねえや。縦札だ。謎の縦札を見つけた。あ、あれは謎の縦札。ってなんだっけ？すごい忘れちゃったんですか？謎の縦札といえば妖怪の謎が書かれていて、その謎に正解すると妖怪サークルという謎な場所が出現する。謎って言い過ぎ。謎の縦札ですからね。そして妖怪サークルに謎々の答えの妖怪を連れてくると、わかりません。まあ、わからないの？わかりません。ですが何かいいことが起きるのは間違いないんです。何が起こるかわからないのに、それって怪しくない？本当ですってば。百聞は一見にしかず。早速謎々に答えましょう。ちょっと喉乾いてきたよ。ちょっと飲ませてください。よし、縦札には謎々が書かれています。妖怪の名前を当ててみましょう。正解すると妖怪サークルが出現、答えの妖怪を受けるようになります。答えの妖怪を連れてくると何かすごいことが起きるはずでウィス。カリカリベーコン、カリカリベーコン、カリカリバビブベ。あ、この音を聞くと妖怪ウォッチやってんなって感じするわ。見た目はベーコン、いつもカリカリ怒っている。うすら影族。さっき友達になったばかりだから楽勝でしたね。だね。そして出てきたこれが妖怪サークル。ウィス、縦札に書かれた妖怪を呼び出すと、周りに何かしらの変化が起こる。じゃあ妖怪サークルにカリカリベーコンを呼び出すと。ウィス。行け。俺の友達出てこい、カリカリベーコン。妖怪メダルセットオン。カリカリ、やりましたね。早速カリカリベーコン事情を話してピザのベーコンをカリカリにしてもらいましょう。すいません、ベーコンをカリカリに、お願いがあるんだ。カリ、ピザのトッピングのベーコンをカリカリにしてほしいんだ。俺に頼むことがいいじゃねえか、やってるぜ。ありがとう。おじさん、ピザ開けた？なんだっても、ヘナヘナベーコンのままさ。あれ？カリカリベーコン自身がカリカリしないとダメ。どういうこと？カリカリベーコンって名前のくせに面倒な妖怪ですね。あなた！言い出しといて面倒だ。行くぜ、カリカリカリ。お、やりましたね。カリカリし始めましたよ。じゃあ、きっとこれで。急にベーコンがカリカリに。ママミーや食いならばっちりだ。どんどんピザも焼くぞ。やった！なんなんだよ、まったく。カリ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 。ごめんね。ピザならもう焼けるぞ。このベーコンならまんまミーやら焼き上がりのピザができるんだ。警察官のお兄さんに頼まれてピザを受け取りに来たんですけど。あ、そうだった。君、このピザを急いで彼に届けてくれ。まんまミーや。さあ、誘拐した。美味しいピザを焼きまくるぞ。それではピザをも受け取ったことです。警察官のお兄さんのところに行きましょう。食べちゃダメですからね。お届け物ですからね。一口ぐらいいいんじゃないかな。あ、なるほど。これでピザ買えるようになったんだ。はじめはやっぱチュートリアル的な感じだよね。
ジャングルハンターもあれでしょ、交換ができるよっていうやつを教えてくれるだけだと思うから。あ、でも多分虫捕まえてこいって言うんじゃないかな、虫網もらってね。どこだっけ、あれ銀行だな。うわ、ぶつかった。郵便局、自宅の近くに住む近所のおじさんがどうだらこうだらって言ってたよね。あー、もう道が分かんない。探せ。あ、ボックスハウスってのがあるぞ。キュッピーがいる、オッケー。違う、カリカリベーコンって進化するかな。ボックスハウス、ハロー。お隣に住んでるボックスは箱が大好きなおじさんなの。ご覧の通り、家も庭木も庭木も箱みたいに真四角でしょ。本当だ、すげえ。ボックスさん、ハローご機嫌ボーイ。あ、ハロー。君見るからに好奇心が強そうでいいね。おじさんピンときたぞ。きっと君は変わった箱を見つけたらつい開けたくなってしまうタイプだ。そりゃそうですよな。そうだろう、そうですね。全部今はいはいはいだったね。今日から私たちは箱仲間だ。箱仲間、なんか変な人に捕まっちゃいましたね。で、二人の出会いの記念に箱と私と秘密の箱って言ってた。怖がることはないよ、怖えよ。秘密の約束とは何なのか家の中に入って聞いてみよう。はい、秘密の約束についてだが、他の人に聞かれると非常にまずい。詳しい話は家の中にするから君は遠慮が入ったまえ。怖えよ。秘密の約束って、まあ話だけども聞いてみましょう。箱に取り憑かれた男、題名が物騒です。へえ。うわあ、すげえ、全部かくばってる。トレーで手当たりしてあげ、これ怪しいな。他に開けられるのないかな。ここら辺開けられる？金塊だ。あと特にないか。これは開かない。ようこそマイハウス。まずは君にプレゼントだよ。宝の地図、箱の家とドーナツ道路を手に入れた。何を隠そう、それは宝の地図ならさ。宝の地図すごい。なんで車の下なんだよ。これが宝の地図か。どうだ少年、胸が熱くなるだろう。はい。そのバツ印が、バツ印、ん、何て言った、バツ印のとこ何て言ったの俺。もう一度見て、よく見てごらん。メサル君、この景色なんか見覚えありません？ってか、すぐそこですね。いやいや、ここ心当たりがあるようだね。はずが私の見込んだ少年だ。この調子ならば、あっという間に宝箱を見つけてしまうかもしれないな。そしておじさんからもう一つプレゼントがある。宝探しアプリ。へぇ。宝探しアプリといって、宝探しに役立つベリーナイスなアプリなのさ。宝探しで男のロマンって感じですいいですね。その通り、男のロマンなんだよ、白い君。見えている。さあ、少年には大将いいだけ。まずは地図に従って宝箱を見つけ出すのだ。USA のあちこちに宝物の入った箱が隠されている。まずは隠し場所のヒントの書かれた宝箱の地図を集めましょう。今まで見つけた宝の地図はアプリで確認できます。地図のバツマークが記すところを探して、ハテナが出る場所を調べてみましょう。しかし、箱には鍵がかかっている。この鍵を解除しなければならない。赤いゲージに重なった時にタイミングを合わせてピンを叩く。全部で5本のピン全て成功すると箱は開いて宝物ゲット。失敗したら消えちゃうけど1日たつ復活。マジか。それはあれじゃない、直前に日記書けばいいんじゃないかな。ちょっと待ってください。先ほどの宝のチーズ、もしかしてこの辺りじゃないですか。ほら、さっきのチーズと見比べると、本当だ。ということは宝箱あるのは、ちょうどあそこに止まっている緑色の車のあたりってことなるでもいいっす。下じゃね、あった。スタート。ほい。
まあ初めだから簡単か。ほいほいほい。おお、今押したつもりだったのに普通に動いて焦ったぜ。やったー。失敗って一個でも失敗するとダメなのかな。箱が開いた。開く前に開いたって言ったけど。ん？ランプですね。石油王のカレーポット発見した。やった、音からゲット。ミスタロックやりましたね。ミスタ、これってカレーが入ってるやつだよね。どっかどう見てもカレーポットですね。なんでカレーポット？まあ、いっか、金ピカでなんかお宝って感じだし。では、お宝を見つけたことです。ボックスさんのところへ戻りましょう。ボックスさんかな？空き缶っぽく見えちまったぜ。もしかしてこれカレー作る道具だったりする？全部。気のせいかな。お宝見つかったよ。グレート！やはり私の目に狂いはなかった。実は私の調べによると、宝の字は全部20枚多いな。あと19個ものの宝箱がこの USA のどっかに眠っているんだね。どうだい、ワクワクするだろう、うずうずするだろう、楽しそう。それでこそ私の見込んだ少年、もしも全ての宝箱を開けられたら私のところに来ておくれ。ここだけの話、ものすごいお礼を用意して待ってるからね。お前宝全部取る気だろ。それ見つけてからのお楽しみさ。宝箱の中身だってわからない方がワクワクするだろう。確かに一理ありますね。それではアディオス。箱に取り憑かれた男クリア。ウィス。ルーレットボーナス。俺あの1万円のやつも結構好きだったんだけどな。鉄のこけし、こけし。ああ止まった。じゃあピザ届けて終わりかな、時間的にも。ただし、ピザどこで届ければいいか忘れてしまった。警察署ってどこあったっけ？イーストカッシュ、シュークリーム的な？もっと上だったっけ？あったあった、警察署。すいません。自転車は結構スタミナの回復も早め？とちょこちょこ止まる。おう、この香ばしいベーコンの匂い、ボーイ、ついにやってくれたな。さあ、そのカリカリベーコンピザ、ミープリットプリーズ、渡さない。ほわすなさ、ボーイ、そりゃないぜ、あんまりだへ。このテンションの乗りつき、俺。ワンダフル、早速いただくぜ。もぐもぐ、いい食べっぷりですね。俺もなんか減ってきちゃった。うわ、生き返った。やっぱりピザ最高だぜ、特にこのベーコン。カリカリっぷりが半端ないぜ、ボーイ、オンに切るぜ。これでようやくパトロールに出かけることができるぞ。よかった、パトロール頑張ってね。おうよ。こうしてこの町の部屋は守れたらとりびす。一人の少年と一枚のピザによって。いや大げさすぎでしょう。何もくんねったよ。まあ経験値くれるか、クエストだからね。さすがです、さすがです。錆びた指輪、焦点寺とかもあんのかな。真面目に生きる鉄の国士。これやっぱ押すと止まんのかな。そんな気がしてきたよ。今ボタン連打したらすぐ止まった気がする。ちょっとの間だったら見押しとかできんのかな。さてちょっと時間が来てしまったので一旦ここで区切ります。では次回以降もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。